はい、うなばんです。ファーミングシミュレーター22遊んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回からですね、このゴールドクレストバレー22というマップで遊んでいきたいと思います。いきなりタイムラプスで遊んでいくんじゃなくて、まずはですね、このマップを見ていきたいと思います。はい、見ていきましょう。まずマップからですね、まあ、そこまで畑はないというマップですかね。で、保有している土地を見ていきますか。で、保有しているのがちょっと点々としてますね。で、今いるのがここで、保有している畑としてはここの15、14、12番。うんうんうん。で、6のここもなんかちょっと空いてそうですね。ちょっと後で見ていきましょう。で、あとここの50の、豚小屋ですね。と、あとこちらの24の羊小屋。あと、この45の牛小屋ですね。を保有していると。ここの点々としているのが、ちょっとうまくいくかどうかがちょっと不安ですけどね。まあ、そこがちょっと今気になるところではあります。あとはですね、ちょっと変わってるなっていうのが、ここのこの列車が、まあ2路線引かれていて、まあここぐるーっと回ると。ですので、このマップ外の街に作物を持っていくとかではなさそうですね。何か運ぶ用、なのか、ここになんか売却するものがありそうなので、ここに売却するのかとかっていうのもちょっとやっていって、ちょっと理解していこうかなと思ってます。まずは動物小屋の方を見ていきますか。まずは、牛小屋の方。ここら辺にも、機器はある程度用意されていて、で、ここがあれっすね。牛小屋ですね。で、ここにバンカーサイロがあると。で、牛小屋については、最大180頭を保有できるという形になってますね。うん。こんな形ですね。じゃあ、飛んで羊小屋行きましょう。こういった形ですね。で、羊小屋については水が必要っぽいですね。うん。で、水はこっから補給できると。で、羊小屋については300頭入る形ですね。うん。こんな感じですね。で、最後に豚小屋と。で、豚小屋もこんな感じで、あ、こちらはガレージがありますね。ほうほうほう。で、ん？水はいらないのかな？で、豚小屋については、最大150頭保有できる形ですね。あと、家畜床については、このすごい右下にあるんですよね。これがまた遠いと。いうところがあって、牛さんとか豚さんとか飼うときも、まあ、ここで、まあ、手数料取られるけど、まあ、こういう飼い方の方がいいかなと思いますね。じゃ拠点の方を見ていきましょう。ガレージがあって、これは、作業場ですね。で、ここにも、なんか通り抜けできるのかできないのかぐらいのレベルの隙間はありますけど、ガレージがあると。あれ？こっちは壁あるんだ。こっち壁ない。なんでしょうね。
ん？何もないと入れないんだこれ。これはなんだ？これは、あ、ニワトリ小屋か。そうですね。ニワトリ小屋で250は入る形になりますね。で、ここにもガレージが、ガレージではなくて、藁とか入れるところですかね。うん。で、ここにサイロがあると。多少ですけど、ちょっと上から見ていきましょうか。こんな感じっすね。まあちょっとあれっすね、そのメープルファームとは違って、まあそこまで畑が大きいわけでもなく、あとはその動物小屋もそこまで大きいわけじゃないので、まあのんびりと、やっていければなと思いますね。で、保有してる畑、ここと、ここが、ここで言うと、何かを、種まきしろという状態と、サブソイラー掛けしろよと言ってる畑と、あと、小麦っすかね、収穫しろっていう畑が3つあるというところっぽいっすね。あとは、あれですね。こちらの、牛小屋の南側に、草を収集できるところがあると。これちょっと難しいですね。この草を使って、牛さんのっていうのはわかるんですけど、羊小屋、だからここ23番を買って、草地にした方が良さそうだな。ここトウモロコシ作られてますけど、まあ初めの方にちょっとローンしてしまいますけど、ローンして、草地にして、まあメープルファームでもかなりあれですからね、ウールに助かりましたからね。やっぱりウールは作らないと。お金にならない。はい。ゴールドプレストバレーなんですけれども、作物の追加が、ありますと。で、一個がアルファルファというものとクローバーというものですね。アルファルファっていうのはなんか紫馬小屋らしいんですけど、なんか飼料植物らしいですね。牧草と干し草として広く育てられてるらしいですけど。なんかそういったものもあるというところっぽいですね。で、あとは、生産チェーンが、ちょっといろいろありますと。で、まず、こっちかな？ピザ屋さんと、ワッフル。フル屋さんと、ケーキ屋さんか。があって、乳業工場があると。で、パン屋。まあ、そう。パン屋もちょっと違うんですよね。ちょっと先に見ましょう。ピザが作れますと。あと、ワッフル、ケーキ屋さんでケーキが作れて、あと、パン屋の方でパンと、あと、コーンブレッドが作れるらしいですね。ちょっとこの生産チェーンが他のマップとちょっと違うというところがあって、まだまだあったような気がするんで、ちょっと見ていきましょう。これが、なんだこれ。あ、ゴールデンイヤーなんちゃらは、宝石工場ですね。はい。で、だとは、まだこっちにもちょっと塊があって、ちょっと見落としてたら申し訳ないんですけど。あと、ん？これもあるのか。これは？これ穀物工場ですね、ここは。
で、ここはバイオガスプラント。これちょっと後で行きます。で、これが製材所、木工所っすね。で、ここに、まずちょっと新たな、生産チェーンがあって、まずはケチャップ。で、パンケーキ。あと、ポップコーン。あと、なんだ？ケチャップ、パンケーキ、ポップコーン。ポップコーンも、ただのポップコーンとバターポップコーンが作れるらしいですね。で、あ、ポテトか。ははははは。なるほど。じゃがいもとひまわり油を使うことによって、ポテトが作れると。なるほど。ポテト大好きなんで、いっぱい作りたいですね。というところで、ちょっと生産チェーンがちょっといろいろ、一番初めから入ってるマップとは異なってるんで、ちょっとここら辺を特に遊んでいければなと思いますね。うん。で、最後に、ここですね。バイオガスプラント。ここもちょっと変わっていて、25万で買えますと。なので、150万とかすごい高い状態ではないんですけれども、ここで投入できるのがサイレンス、ラリー、対比、天才の切り出しというところ。で、このメタン。まあ、通常のそのマップだとメタンって表示されずにそのまま売却されるっていうことで売り上げが入っていたと思うんですけど、メタンとして残りますと。で、このメタンを、メタン運べるのかな？あ、ゴールドクレストバレー用のモッドを使うと、メタンも、このトレーラーで運べるっぽいですね。で、まあ、あとは、まあ、供給設定すれば供給できるとは思うんですけど、それを、先ほどの、ここですね。で、このパワーステーションの方に、このメタンを持ってきて、あと、このトランスフォーマーオイル。まあ、これも、モッドの、これですね。トランスフォーマーオイルというものを、まあ、買って持ってこないといけないんですけれども、これを持ってくることによって、電力が作られて、お金になると。まあ、これは、出荷商品がないので、そのまま自動で、売られるというものっぽいですね。うん。ではですね、次回からこのゴールドクレストバレー22というマップで、タイムラプスで遊んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。